神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします箱根登山鉄道は6月19日から7月4日まで箱根登山電車箱根湯本から強羅間で沿線に咲くアジサイが幻想的に浮かび上がる夜間ライトアップを2年ぶりに実施しますこの期間に走る車両は箱根アジサイ電車として親しまれています 高校野球の選抜大会で頂点に輝いた東海大相模の監督と選手らが15日、優勝旗や優勝杯を携えて相模原市役所を訪れ、本村市長に優勝を報告しました門馬副首相は市民の応援があったからこそ優勝できたと話し、さらなる飛躍を誓いました。 京浜急行電鉄は15日、座席を回転させて、向きを変えられる仕様にした、線形の心臓車両を報道陣に公開しました。5月6日に、三浦海岸と品川を結ぶ、モーニングウィング号で、デビューするということです。